Exactives Radio AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています経営者たちのラジオ経営者たちのラジオはい皆さんこんばんはパーソナリティの竹山哲也でございます、えー、この番組は日本を支えてくださっている経営者たちを招きして経営に関することからプライベートなことまでありとあらゆることを語り合い 日本をどうしていくんだっていうようなことをですねテーマに作られてる番組ですよろしくお願いします8月18日の経営者たちのラジオ今週もアシスタントを務めますフリーアナウンサーのリベカですどうぞよろしくお願いしますしお願いします今回の放送来週の放送、はい、98回99回放送ということで記念すべき、はい、リーチ リーチ百回にけて、はい、<laughs> すごいですよね。百回ちょっと小締まり飲み行きますか、はい。いいですね。ねちょっとこう飲みながらね。の皆さんにねいつも支えになっている皆さんに還元しようということで。あいいですね。ね嬉しいな。という感じのことを今日も頑張りたいと思います。はい,はい今日はこの後日本を代表する本当に私尊敬申し上げている。 社長が登場してございますので、楽しみにしててください。はい、a m 一マルマル八、エフエ九三三の A. B. C. ラジオがお送りしている。経営者たちのラジオ。さて、ここからは、今週のゲスト経営者をお呼びして、番組を進めてまいりましょう。ナインシグマホールディングス株式会社、代表取締役。諏訪昭彦様です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 竹山社長と諏訪社長長とご関係はそうですねあのうちの会社で、うんはいろいろなプロジェクトを今ご支援させていただいているような形なんですがもう本当ね今日はすごい竹山さんがそうおっしゃるのには、うん、もう本当にこのあと、ね、お話聞けばもう分かりますんで。うん ちょっとだけあの我慢してください。<laughs> <laughs> 我慢するって何のことですか。わ <laughs> かりました。はい。あ聞けました。今日本当に今エキサイトしているということですよね。承知しま,いました。それではここからは早速お二人の経営者トークを始めていただきたいと思います。竹山社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう,ますそうですね。まずはあのー、社長の人となりを知ろうということで、えー、簡単に自己自己紹介をお願いできたらありがたいんですが、はい。 えと私はアメリカのです、ね、マサチューセッツ工科大学という大学で,です、ねうん、材料工学の修士号を取得した後です、ね、コンサルティング会社のマッキンゼそして日本総研を得てです、ね、2006年にアメリカのナインシグマインクという会社のです、ね、日本支社ナインシグマジャパンというのを設立して社長に就任しましたその後ずっとまあ日本で経営してきたんですけども2017年にです、ね、このアメリカの親会社を逆買収しまして ホールディングスという、まあ、グローバルの持ち株会社の社長に就任していますあのすごいなんて言うんだろう情報量でいっぱいこの中で聞きたいことがありすぎて <laughs> これ、えっと、順応ってお聞きしてもいいですかあ、はい、まず MIT、はい、マサチューセッツ工科大学 <laughs> 言えました、はい、<laughs> 一応 MIT ジャパンの審査員僕ずっとやってるんで <laughs>、はい、言えないとまずいんですこれ, <laughs> これ。日本 の高校出られてるそうですねもともと中高一貫の学校に行ってたんですけども高校の時に交換留学でアメリカに行ってアメリカの高校を卒業してアメリカの大学大学院と行ってますそれが MIT、えっとえっと、学部はあのノースイスタン大学というボストンの大学なんですけどもススなるほどでもそこまで英語なんかだって全くだったんじゃないですか高校生の途中からですよね。そうですね一応あの 基礎英語みたいなものは、あのラジオでやってましたけれども、あの実際行ってみたら、ほとんど喋れないですよね。ここに。そうですよね。ど、どんな感じだったんですか。いや、あの最初はまがもたないですよ。それこそ、あの今みたいに、スマホとかあるわけじゃないんでですね。あの、わかんない中で、クラスで、一人でいてですね。なんか早く時間が過ぎないかなって、最初のうちは思ってましたね。そうですか。ただ、あの不思議なもんで、数ヶ月いると、ある時から、やっぱり言葉ってつながるんですよね。あ、そうか、そうか、思い出した。そうか、日本でもすごい優秀な。 中高なのよ。あ、ね、あ<ー>。<て>そうじゃないと、なかなかないでしょ、ね。いそうそうそう。そうん、M. I. T. で材料工学やってたって。なかなかいないですよね。うん、そうです、ね。日本人もまだエンジニアはかなり少ないです、ね。そうですよね。なるほど。これはだから、エンジニアという領域なんですね。材料工学っていうのは。まあ、研究者とエンジニアと両方なんですけども。なる,どなるほど。なるほど。その後のまたま。 金税って世界のマッキン税ですよね。あ、まあ、ただ、まあ、マッキン税に、えー、ま入れていただいた。はむしろ研究者を挫折した中で、元まあ、理系のか方々のパートナーがですね。えー、あの、こういうコンサルティング業界でも、理系の人が必要だからということで、まあ、お誘いいただいたっていうのは、ね。それはね、すごいことですよね。えー、<laughs> びっくりですよね。<laughs> ででその後にあのにまた日本総研ってまたこれも大きい日本の中の研究所の中ではナンバーワンナンバーツーぐらいの研究所に入られてでナイン・シグマリンクに2006年。はい これはどういう経緯でナインシグマさんナインシグマさんっていうのはもともとその時は何やられてたんですまさにナインシグマというのは今もやってるようなうオープンイノベーションということで今の世の中車一つでも必要なものが単に機械を作るだけではなくて電気の知識も必要でソフトウェアの知識も必要で、ええ。ええええ あとは自動運転というと本当に通信の技術とかいろんなものが必要だと思うんです全部を自社でやりきれないという中で足りないところは外部から取ってこようというまあそういう考え方がオープンイノベーションという考え方なんですけれどもそういったことを実はその当時からあのオープンイノベーションという言葉自体が生まれたのが。 2003年にこの当時ハーバードにいらしたんですかな、ええ、ヘンリー・チェズボロさんっていう先生が本を出して世の中に広まった言葉なんですけども、はい、実はその言葉が出る3年前ぐらい前からですねこのアメリカのナイン・シグマはまさにオープンイノベーション的な支援をずっとやってた会社でありましていろんな企業をつなぎいろんな技術をつなぎ合わせて一つの製品化を,を行っていくっていう研究をやっていくもしくはもうすでに製品化をしていく。オーープンンイノベーション自体はまさにそういったものを、えー つな、まあ、いで技術や製品を作っていく活動そのものをオープンイノベースとしてい,、ね、いますねそれをナインシグマさんはもう,もう2000年の当初からアメリカでやっていてですねそれを、まあ、大手企業はそういうことをやろうとしても、えー、ちっちゃな例分かりやすい例ですと、はい、その当時からナインシグマ P&G っていう会社は大きなお客さんだったんですけども。 あの洗剤を今はもう自動投入とかありますけどその当時洗剤を入れようとした時にその袋からいつまでもタラ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 洗剤が出てですねなかなかきれいに詰め替えが大変だったりするじゃないですかこれってもっとさらっと中身が映せるようなですよね例えばそういうものがないかって時に例えば P&G であればパッケージの内側にその液体がさらっと あの離れてくれるようなコーティングできないかみたいなことを考えるわけですね。なる,ほどなるほど。でも、それは p&g は洗剤を作る専門の会社なもんですから。はい、あのそんなコーティングは詳しくないんですけれども、はい、世の中でやっぱりいろんなものがベタベタくっついちゃうのは困るということで、そういうものがすごくくっつきにくくするようなコーティングをやってるような会社たくさんあるわけですよね。その中で洗剤に費用で合うように安く作れるようなところを見つけて。うん マッチングすするるみたいいいななのが例えばご意義あじゃだってそれぞれの技術を今のコーティングの技術だって当時も今もそうかもしれませんけどその技術持ってるだけでだって何千億とか何兆円って市場じゃないですか本来は。潜在用途だけでいくとそれでもかなりの市場シェアがありますけどたくさんあるじゃないですかそれ P&G だけじゃないですかもちそれ全部に使われてそれを発見してまた提案してあげるというような事業ですからね。 そうですねまさにそういった例えば量はあるんですけども技術を必要としてる D&G のような会社がいやこういう条件で例えばこういう洗剤がくっつかないような技術を探したいとか我々お手伝いした例ですと例えば東京電力さんで例えば送電鉄塔を塗り直すっていうのは今飛びしか高齢化してて足りないからロボットでやりたいんだけどでもロボットが斜めの送電鉄塔を登るの大変なんでそこは安定的に。 登れるよううなな技術はないだろうかみたいな、まあ、そういうような相談を我々が受けて、はい、で世界中に働きかけてですねそういうできそうな技術を持っているよっていう人に手を挙げてもらってマッチングを図るというのが一つですなるほどでもう一つのパターンは今おっしゃったような、はい、自分たちすごいもの物がつかないコーティングを持ってるんだけど今は例えばそのパッケージのそれにしか使えないけどももっといろいろ役に立つんじゃないかとこういう素晴らしい技術使いたい人もっと手を挙げてということで。 技術の新しい用途を見つけると、まあその逆サイドもやっております。すごい。すごいですね。すご心壮だね。<laughs> すごくあのわ<ー>かりやすく私も理解できました。素晴らしいですね。はい、今なんか本当。 お菓子屋さん一つするにしてもお菓子作れて売れるだけじゃなんかこう商売にならないみたいな時代じゃないですか。なんかそういう時にこういう会社があるといいのかなみたいなことをなんかう簡単に言えば思うました。うね、う技術という技術が集結されていくので、うん、ナレッジがどんどん溜まって、世界中の人たちがそこをこのプラットフォームを利用して。 あ,のあらゆる技術と技術を結びつけてって時には我々もソリューションしてコンサルティングしたりそういうことともしていくとまあそういうふうにもう足りないものが分かってるとかこれの出口を探したいっていう割とシンプルなことをやりたい時はもうそのマッチングだけを我々やるんですけどもそもそもうちには例えば ABC3、はいまあ、つぐらい何か武器になりそうなものあるんだけどこれを使ってどっか新しいとこ出れないだろうかってなるとですね単純に A を売りたい。 B に興味を持っている人を探したいっていうよりは複雑だいぶ複雑になるんで A と B と C を組み合わせるとそもそもどんなことができるようになるのみたいなところをですね翻訳するとそういうところから少しコンサルティング的に入ってですねあのお客さんと一緒に新しいなんかその会社が勝てそうな領域を見つけるっていうそういうような支援なんかもさせていただいてます。そうすると僕ななんんんかあのもう古いいいいメーカーカさんのろろろプロジェクトを のをやっててあるその4兆円企業のをやった時には技術だけで20万種類ぐらいあって <laughs> 実際に会社が製品として出してて今本気であのコアで使ってるものって1万種類ぐらいなんですよ実はその特許が、はい。残りの19万個は眠ってるんですよ。はい でここの技術をもし使えばみたいなことを思うとなんうわーっていつも思ってるんですけどなんかこういうところのプラットフォームにもなれるっていうことはなれますね今はちょっと若干あの人を介してやってる部分が多いんですけどもまさにそういったところもえー、えー、AI の力も借りつつグローバルのネットワークも使うとより効果的にでうその特許の売買まで行き着くとすごい需要がまた出てくるんじゃないかなっとそうかもしれその辺はちょっとまだまだビジネスの嗅覚が足りないかもしれないですね。 その会社を2006年にそこで日本支社の立ち上げというかナイン・シグマ・ジャパンを立ち上げて社長にご就任されて、はい、これ逆に2017年に逆買収してるんですけど、はい、これアメリカの会社に日本支社を立ち上げられてで親会社を買収するってことですよね逆買収する、はい、これど,どういう経緯だったんですかそううでででですすねしし、えーまあ、しばらくは日本事、えーえー、業をやっていてていいい面白ととこ満足してたんですけども、えー あるタイミングでですねあのふと気づいたのがまあ優秀な社員も集まってくれてお客さんにも満足、はい、いただいてますけども、はい、まあその当時ナインシグマがやったものっていうのはまあ一部の大手企業の一部の困りごとに対応しているだけだったと、はい、もともとこのナインシグマを立ち上げたいと思ったきっかけというのは、はい、まさにあの社会問題今起こっている社会問題っていうのは、うん、例えばその環境問題にしてもエネルギー問題にしても簡単なものもしくは 一つそれぞれの会社ができることってて大抵解決しるんですよねそれこそ遠隔で映像で会話をしたいみたいなテレビ電話って昔は SF の世界でしたけど当たり前にできてしまっていると今もそうですよね。あとは例えばまだ癌とか完全には治ってないんですけども結構大抵の病気は今薬が出てしまっすねあと10年もしたらもう治らない病気はないんじゃないかみたいなペースで進んでやってるわけですよね。ででも一方エネルギー問題 環境問題それだけでも例えば戦争が起きたりするぐらいの話でですねまだ圧倒的な解決策がないとでもともとですねそういったその環境問題エネルギー問題やりたくてまあ大学院まで行って研究者になってでまあ挫折はしたんですけどその時に自分はそういう世の中を変える研究者になれなくても周りの優秀な同級生たちがたくさんいてですね彼らに自分たちの自分の思っている課題をやってもらえれば 結局は同じことができるんじゃないかって思ったのが実はそのアメリカのナイシバーのビジネスにあの飛びついたきっかけなんですけどそれで会社を始めたんですけども、うん、まあ,ある意味しばらく会社を運営することが目的になってる中でふとですねいや今これで満足してていいのだろうかとそういうもともとの志というか重大な世の中のそういった大きな社会課題を解決する上で。 十分にオーープンンイノベーショでで貢献できてるんだろうかと実はは最初はです、ね、会社を立ち上げるまで考えてなかったところ、はい、まあ3人目の子供のお腹にいた妻がです、ねはい、そんなに重要なことならあのリスクを取ってもやるべきじゃないかって背中を押してもらって始めたのがきっかけだったんですけどもうーーそうやって始めたのにもかかわらずちょっと、まあ、正直に中だるみしていたというか現状に甘えてた時期があったんですけどもそれじゃいけないだろうと。うんうん、でアメリカの後輩者でいると、はい、やっぱり本社の意向で。 まあ限られたた業務をすするしかなかなったんですけどもちょうどアメリカの親会社が VC が出資しててそろそろ売却したいという話があった時におこれはひょっとしてチャンスなんじゃないかともう今まである意味日本でそこそこの規模で運営するの満足してましたけども初心に戻ってですね世の中によりインパクトを起こすような。 新しい、まあ、プラットフォームを作ってですねも,もっと効果的なビジネスをするチャンスなんじゃないかと思ってもともといたあのマッキンゼーにいた先輩たちにも、ええええ、ちょっと出資の協力をしていただいてですねそれであの、ええ、逆買収したというのが経緯ですねすごいね、俺こんな日本人見たことないわ。本当に 子供だって3人目奥さんすごっす,、ね、っすごいですねでそれを今じゃアメリカも含めて、まあ、マッキンゼーにいた時の先輩たちとか仲間たちとかそれでマッキンゼというのは世界のマッキンゼーですからあらゆる情報のもとになっているわけじゃないですかでその人たちも含めてみんなでこう情報を今世界中の技術の情報を共有して。 マッキンゼイの,の元パートナーだったり先輩の方々もこのナイン・シグマがやってるオープイノベーションという趣旨ですね、はいえー、これはぜひ日本で社会で必要なことだからということで本当に賛同いただいてですね、えー、出資いただいたというのは背景にありますね、えー、期待期待していただいてますちょっとまだ十分期待にお答えきれてないところありますけれども、えー、今何か経営していく中でご苦労されてるみたいなことって何かありますですか あのオープンイノベーション外部のイノベーションを取り入れて役立たせるようとするとまずやっぱりその成功体験を作った上でハードル低くして広く使ってもらうとまあ大抵の製品とかもそうですけどイノベーションも同じなんですねで最初の成功体験はそんなにやっぱりあのお客様自身も外部からイノベーションを取り込んで成功体験を作るって慣れてないもんですからやっぱりしっかりサポートしないと難しいっていうのがこの もう20年近くやってる経験なんですねそのサポートするスタッフとして優秀な人、まあ、うちにたくさん来ていただいてるんですけどまだまだ知名度が低くてですね我々がやってることを理解してエキサイトしてですねうちの何しろに参加してくれる仲間が少ないなと思っててですねなんかイメージ的には日本の国立大学の中でもさらにトップ層の方人たちの人材のイメージがすごい強いんですけど。 大学のそこで決めるというよりはある程度やっぱり自分の強い技術分野というのはお持ちいただく必要はあるんですけれどもどちらかというと幅広くもうこの技術以外興味ありませんというよりはです、ね、かなり多様な技術に興味があってですね それを組み合わせてイノベーションを起こしたいっていうタイプの方ですね。要するに研究者でも優秀な方っていろんなタイプがいて、ええええ、もうこれしか知らないけど、ええ、ここについてはもう世界一ですっていう人がいる、ええええ、もういると思うんですけど、ええ、そういうタイプよりは、ええ、いろんな技術を組み合わせても結果を出したいというタイプの方はあのぜひ来ていただきたいなと思います。はい、これはでも夢相当夢のある話なんでん、日本がこれから勝たなきゃいけない。 世界のレベルでこれだけ戦ってきてこれだけ勝ってきている国の中でこれまた維持していくもっと勝っていかなきゃいけないっていう中で一番重要な要素のお仕事じゃないですかしかも先端の技術がいっぱい組み合わせるわけですから、はい、すごい夢があるんで一般応募なんかも来るんじゃないですか いあ、ちょっと、まだ、その弊社としての認知度というところが、やっぱり認、ね、認知度なんですよ。なるほど。上げましょう、これを。<laughs> <に>ね、いやまさに、まあ、すごいですね、でもね。まさに、オープンイノベーションって、まあ、だいぶ広がり始めてますけども。でも、案外、企業の、我々のことを頻繁に使っていただいているお客さんの中でも、やっぱり従来の研究をやっている人は、ええ。うん まだまだ認知が足りなかったりしますのでまずはオープンイノベーション自体の認知もそうですしその中での何しろやってることについてご理解いただくっていうのが結構重要かなと思ってます,そうです、ね、まさに大会社の人たちにまずは知ってもらうっていうのが一番大事なんですかねあのそういった意味ではまさにそこの外部の知見をどうその新しい技術ですとか新しい事業を作っていくのに役立てるかっていうのは本当にこの数年でもかなり。 進化ししてていいでですすねね <うん S 1> 新しい領域なんですよねえ、ええ、なやっぱり昔は戦略っていうともう自社の中だけでいろいろ考えてやるもんだみたいな話でしたのでそこを外部を使いながら精度高くやっていくというのは新しい領域の中で我々もかなりナインシグマを進化してるんですよできることは。 多くの大企業の方々にまず知っていただくというところも頑張ってますけども苦労しているところでしてというのは2006年会社立ち上げて最初のうちはひたすら単純なマッチングだけをやったんでオープンイノベーションというとマッチングだよねとうん、うん、でもマッチングって言うほど簡単じゃないんだよねみたいな形で,ですねまあ昔のオープンイノベーションのイメージで思われているような企業も結構あってそれだけではなくて。 まさに先ほど言ったような一つのことだけではなくて自分たちは A も B も C も D も持ってるんだけどそ,のそれを組み合わせるともっと自分たちとしてできる新しい領域が見つかるんだみたいなものっていうのは従来の1対1の対マッチングでではないんですよねでそういうことっていうのはどん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 新しい外部の,あの技術なり知見の活用の仕方が進化してて話すとですね、はい、あそういうこともできるんだって飛びついていただけるんですけど。 それを知っていた人ですね。<laughs> そもそもそういうことをできない、あ <laughs>、うん、そういうことは難しいって悩んでる人多いんですけども。我々いっぱいご紹介しても大丈夫ですか。<laughs> もちろんよろしくお願いいたします。<laughs> はい。ねそうなんですよ。もうすぐにでもご紹介したい。の企業にとっても可能性が倍にも何十倍にもなる、ああまあ言ってみればものをこう提供してくださるってことですもんね。うん、素晴らしいですね。広めたいですね。本当に広めたい。ありがとうございます。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。 では、ここでゲスト経営者の思い出のある曲をぜひ教えていただきたいと思います。ナインシグマホールディングス株式会社諏訪代表取締役お願いします。あ,あのー、ご紹介したい曲はマイケルジャクソンのマインザミラーです。 大大好き、うん、私も大好きき私もですこれを選ばれた理由みたいのはそうでもともとそんなに音楽を聴く人間ではなかったんですけれどもたまたまあの中学の時にですね同級生から紹介されて、はいえー、洋楽を聴くようになって、はい、ちょうどその時がまさにその「 海外に目を向けてです、ねえー、環境問題のことも知ったタイミングとも重なってそこで研究者になりたいっていう思いも海外で活躍して研究者になりたいっていう思いがあった時期で、はい、その時にまさに、まあ、マイケル・ジャクソンって有名で名前は聞いてたんですけども、えー、歌詞をあの読んだことはなかったんですけど、えー、そこの歌詞を読んで、まあ、社会問題に対してまずは自分から変えていかなきゃいけないっていうことで,です、ね、かなり衝撃的な歌詞で感動してるというところで、まあ、自分がまさにこういった。 今の方向に動き出した最初の結構重要なインパクトを与えた曲かなというふうに思ってます、ね。経営,経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。さて、話はまだまだつきませんが。今夜はこの辺でお別れです。経営者たちのラジオでは、リスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。 竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組メールアドレスまでご応募ください。また、この番組は放送終了後、ABC ラジオの公式 YouTube チャンネル、もしくは株式会社タスクのホームページ上でも配信しています。ぜひご覧ください。この番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました。